から1年、思い知らせてやるぞ、サイヤ人。誤算だった。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。生き延びていた孫悟空のことを知る青年は驚くべき事実を伝える。今から3年後、ドクター・ゲロという科学者が作り上げた人造人間が現れます。そして悟空さん、あなたは今から1年後に心臓病にかかり死んでしまわれる。青年の名はトランクス。なんと未来からやってきたブルマとベジータの息子であった。孫悟空に薬を渡し、未来に帰っていくトランクス。そして3年の月日が流れた。新たなる脅威。孫悟空、貴様は我々に勝つことはできない。スパイロボを使い、貴様の戦いを偵察していたのだ。なるほど。だがナメック星での戦いも失敗したんか。その必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。ほう、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだ。だがわしは当然として19号でも十分に倒せるレベルだ。あ、そう。じゃあその強さを早速見せてもらおうかな。どうしたんだあいつ。飼っているっていうのにかなり辛そうだ。お父さん、病気なんだよ、心臓の。うわうわ、まずいぞ、エネルギーを。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。スーパーサイヤ人となったベジータであったが、新たに目覚めた人造人間には歯が立たなかった。待っていろよ、
17号、18号。今の地球に必要なのは神ではない、強者なのだ。出たな、化け物。次はお前がこうなるのだ、ピッコロ大魔王。貴様はどういうわけか、ピッコロを知っているようだな。だが、残念だ。人違いだ。邪悪な予感。人違いだと？貴様はピッコロ大魔王ではないというのか？そういうことだ。何者だ？私の名はセル。貴様らやフリーザ親子の細胞を持つ未来から来た人造人間だ。何？未来から来た理由は何だ？人間どもの生体エキスだけではなく、17号、18号を吸収して完全体となることだ。17号、18号は必ず手に入れてみせる。邪魔はさせんぞ！太陽剣！ピッコロたちから逃げながら人々を襲い、パワーアップしていくセル。高校生、気がついただけ。おう、すっかり病気は治った。俺はこのままじゃとても勝てやしね。ご飯連れて修行しようと思うんだ。じゃ、行ってくる。それから一日が過ぎた頃。よう、孫悟空はいるか？忍び寄るセル。何も喋らなければ殺す。いいな。
そう簡単にはいかんぞ。人造人間でもないのにやるじゃないか。だが俺のエネルギーは永久に減らない。勝負はこれからだ。セル！とうとう記念すべき日がやってきた。この私が17号18号と合体し完全体となる日が。悟空たちの木だ。あれ、やっぱベジータもトランクスもいるぞ。セルの木も感じるから生きてる。ってんだ。言って精神と時の部屋での修行を終えた悟空とゴハンはセルが完全体となったことを知る。10日後に武道大会を開いてやる。せいぜい強くなって楽しませてくれ。やけに落ち着いとるな。精神と時の部屋で何か発見でもしたのか。まあな。おお、この世界チャンピオンミスターサタンがセルなんてぶっ潰してやるぜ。やれやれ、どうしようもねえバカだ。そして10日後、運命の日が訪れる。やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。セルゲーム始まる。よし、オラからやらせてもらおう。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。Yeah.
いいぞ孫悟空、今の私は体力が減っている。先頭とやらを食うがいい。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。メッタ降参だ。おめえの強さはよくわかった。オラもうやめとく。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければおめえに勝てるやつはいねえからだ。おめえの出番だぞ、ご飯。な、無茶を言うな、悟空。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。クロ、ご飯はオラたちの思ってる以上に信じられねえような力を持ってんだ。そいつが精神と時の部屋で解放され始めた。ダメ、ご飯、平和の世の中を取り消してやんだ。わかりました、やってみます。悟空を超えた戦士。生意気なガキだ、すっかりその気か。幸運かもしれんぞ。真の恐怖を知った途端死ぬことになるんだからな。もうやめようよ、こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ、お前みたいなひどいやつでも。僕には分かってきたんだ。お父さんがセルを倒せるのは僕だけだって言ったことが。僕は昔から怒りでカッとなると自分の意志を超えてとんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だからきっとお父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。やはりガキだな。それどころかどうしても貴様を怒らせたくなってきたぞ。ご飯を怒らせようとするセルの前に16号が破れ、
仲間たちも次々と傷ついていくのだった。やめろ、やめてくれ。その子は人造人間。正しいことのために戦うのは罪ではない。精神を怒りのままに自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。余計なお世話だ、出来損ないに。孫悟飯爆発。もう許さないぞ、マイたち。いい気になるなよ、小僧。本気で私を倒せると思ってるのか。倒せるさ。
お父さんの敵が打てて嬉しいんだ。それはぜひこの手で殺したかったと思っていた。それはどうかな。今度はそううまくいくとは思えんのだな。
このままでは終わらんぞ。消えてろ、ベジータ。お遊びはもうせんぞ。すぐに終わらせてやる。地球ごと全てを消してな。どうした、孫悟飯。最後の抵抗を見せてみろ。したって無駄なことぐらい分かってる。おいこら、諦めんなんてねえだろ。ご飯、お父さん、まさか、どこ？あの世から話してる。おめえも思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。さすりゃ勝てるさ、絶対だ。だけど今の僕は片方の腕しか使えないし、木だってかっこいい感じ。大丈夫、おめえなら勝てる。自分の力を信じろ。わかりました。最後に見せてくれよ、オラたち二人で作った力を。ちょっと聞いてくれ。前にブルマから言われたことがあんだ。このオラが悪い奴らを引きつけてるんだってな。考えてみると確かにそうだ。オラがいねえ方が地球が平和だっていう気がすんだ。
だからよ、土やご飯には悪いと思うけど生き切らせてくんなくていいや。いつかおめえたちが死んじまったらまた会おうな。